え皆さんごきげんよう今日は令和4年11月29日火曜日今時間は午後夕方5時です今日は台湾の政治のお話をしてみたいと思います2日前の11月27日に台湾の統一地方選挙が行われました そこで台北市長になったのが蒋海石のひ孫名前が蒋曼安という方ねで40何歳かな,なか史上最年少で台北市長になりましたもともと台北は国民党がまあこの蒋曼安って方は国民党ね で国民党がまあ台北市は強いので、まあ、あのそういうところですね。で北部中部から北部にかけては台湾は国民党が強くて、まあ、中部から南部にかけては民進党が強いというこれ伝統的にそういう土地柄というか国柄ですね。で今回は民進党がまあ他の都市でも 負けたような形になりましたそれで再来年2024年に総統選挙がありますその総統選挙にも影響がこれはねもちろん影響を及ぼすということになります今の蔡英文総統もメディアの報道によるとね影響力、求心力は低下していると 主席も蔡英文総統はもう辞任したのかな、うん、この選挙の結果を受けてねこの台湾の政治目が離せないという状況になってきましたそれではまたお会いしましょう See you!